バレンチン・ボリソビチ・ユマシェフは、ロシアのジャーナリスト、政治家、ペルミ出身。ボリス・エリツイン時代の1997年3月11日から1998年12月7日まで、大統領府長官を務めた。1973年、16歳の時モスクワに、移る。1978年、モスクワ大学ジャーナリズム学部を卒業し、 モスコフスキーコムソモーレツ紙編集部を経て、コムソモリスカやプラウダ紙編集部に入る。1987年、アガニオーク市に移り、1991年、副編集長、1995年編集長になる。1996年、ロシア大統領選挙の後、エリツィンに壊れる形で、メディア担当の大統領顧問に就任し、エリツィンの著書、 エリツインの手記などの執筆をしている。1997年第一副首相兼総賞に転じたアナトリー・チュバイスの後任として大統領府長官に就任する。1998年大統領府長官を解任後も夫人のタチアナ、オリガルヒのボリス・ベレゾフスキーと共に牽制を振るい、エフゲニー・プリマコフ首相解任を画策したとされる。また、百九十九年末に エリツィンが大統領を電撃辞任した際には辞任演説を準備した。2000年、エリツィンロシア初代大統領基金に勤務。最初の夫人との間に、カズメ・ポーリーナがいる。ポーリーンは、オレング・デリパスカプ人。エリツィンの次女で、エリツィン政権後期にエリツィン一家の中核となったタチアナ・ディアチェンこと再婚。2002年4月に、娘・マリアが生まれた。ユマシェフ夫妻は、 モスクワシティの高層ビル、インペリアタワーとキャピタルシティの半分を所有している。2009年、ユマシェフは一家揃って、オーストリアの市民権を取得した。タワーユマシェイバ、ハーフオブインペリアタワーインザモスクワシティ、アンドハーフマネージングザビジネスセンターオブザシティ、ビロングツーザキプロスバレテイニア、ザネームカムズフロムベリアタニ、イクスプレインザソースオブベドモスティドモスティ、 7.062011エリツィの霊場タチアナ・ユマ氏はオーストリア市民権を取得ロシア RBC テレビ2013年11月3日閲覧ありがとうございます